中で入居費が破産世帯のお目負担となっています。給食費が払えないから給食を食べることができない、そういう状況になっています。このような状況を変えなければなりません。皆さん、子どもたちに今この影響、物価高騰の影響を大きく押し寄せています。この状況を変えるにはどうしたらいいでしょうか。一つには学校給食の無償化、それを進めるためにはどうするか。今横浜市政がその一つの大きな力になっていくと思います。学校給食は今全国で254の自治体まで無償化が進んでいます。その学校給食の無償化をさらに大きく進めてまいりましょう。横浜でも子どもたちのために給食の無償化もぜひ皆さんご一緒に力を合わせ実現していこうではありませんか。